はい、どうも、うまかずでございます。やってきました、2歳女王決定戦、阪神ジュベナイルフィリーズでございます。まずこのレースの好走馬の傾向をお伝えいたします。1点目、前走3着以内が連帯する大前提となっております。2点目、キャリア 2,3 戦の馬が連帯率高いようです。3点目、3勝馬よりも2勝馬の方が馬券に絡んでいるようです。4点目、アルテミスステークス、ファンタジーステークスの連帯馬が好走と。最後、ほぼ人気通りの順当な結果になりやすいレースとなっております。それではですね、枠順発表前なので、想定上位人気順に評価をお知らせいたします。まずサフィーラ A 評価、コラソンビート A 評価、アスコリピチェの A 評価、ステレンボッシュ A 評価、キャットファイト A 評価、ルシフェル A 評価ということで、上位人気勢はほぼ A 評価となっております。詳しい内容は一時停止するなどしてそれぞれご確認ください。続いて、ひも候補カルチャーデイ A 評価、スイープフィート A 評価、スプリングノバ B 評価、ドナベティ A 評価、ナナオ B 評価、コスモディナーは A 評価となっております。はい、最後、穴馬候補でございますが、プシプシーナ B 評価、シカゴスティング A 評価、クイックバイオ B 評価、ヘリオスルル B 評価、ミライテーラー B 評価、ニュージェネラル B 評価と、以上となっております。それでは今週もですね、金曜土曜と夜に前日予想のニコ生配信を行います。よろしかったら詳細欄のリンクから遊びに来てください。というわけで、皆さん今週も良い競馬を。